はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、本日もよろしくお願いします、マッチョ。はい。ということで、またしても胸トレですね。なんか最近胸か肩しか出してない気がして、本当申し訳ないんですけど、撮影しやすい日にね、撮影をしてしまうとどうしてもこう偏りが出ちゃうんですけど、まあ筋トレの話どうせしないから、あんまりしないけど、ちょっとだけします。はい。ベンチプレスね、だいぶ重量上がってきましたね。ちょっと体、あの、すげえデブになったんですけど、めちゃくちゃ太ったんですけど、今体重が79キロかな。この間も言いましたけど、コンテスト出た時が63キロだったから、2年で17、8キロ、またね、体重が増えまして、ものすごいブクブク太ってます。まあでもね、こう扱う重量がその分上がってるんで、まあいいとしましょう。はい。まあ、ベンチプレスはね、僕、ボディビルダーの横川さんが YouTube でおっしゃってたね、通りにやってて、5発上げられる重量をどんどん伸ばしていくと。で、僕、今5発、5、あのね、大したことないんだけど、本当に。怪我してるから、左肩ね。で、もう治んないから、諦めて、もう痛みと付き合いながらね、やっていこうって決めたんで、ベンチプレス頑張ってるんですけど、今80キロが5発クリアできたんですよ。で、それがクリアできたんで、2.5キロずつ上げていくと。で、今82.5キロで5発を目指してます。で、この日は3回でした。で、この後もね、また2日後3日後ぐらいにベンチプレスやる日があって、その時は4発いきました、82.5。もうちょいですね、もう少しでまた上げられるということで、この横川さん方式で5発上げられる重量をどんどんね、2.5キロずつ上げていこうと。はい。で、年内にはね、ちょっとまあ、そうね、90キロで5発いけるところまでは持っていきたいかなと思ってます。はい。でも90キロで5発いければ、多分100キロがギリ1回上がるか上がんないかくらいの計算になるのかなと。それはやっぱ男であればね、ベンチプレス100キロはクリアしたと言える人生を僕は送りたいなと思ってるんで。はい。ただ大事なのはね、他の人と比較しないことが本当に一番大事です。焦って、今だから5発上げられる重量を僕は頑張って上げてってますけど、焦って毎回毎回こう1発上げられる重量をおりゃーっと頑張ってやってったとしても、またね、もっともっと怪我悪化させたりとかしちゃうんで、大事なのは前回の自分と比較すること。比較対象はいつでも過去の自分っていうのが大事です。これはまあ筋トレに限った話ではないと思うんですよ。何でもそう、仕事でもそうだと思うし、他のスポーツでもそうだと思うんですけど、比較対象は常に過去の自分にしてください。じゃないと焦るし、嫌な気持ちになったりもするし、せっかく頑張ってんのに報われないじゃんって言ってやめちゃったりもするだろうから。絶対に比較するのはいつでも過去の自分、昨日の自分、もっと言えば1分前の自分よりも少しでも良くなってれば、それだけでも成長できてるわけですから、はい、過去の自分と比較するようにね、してもらえたらいいんじゃないかなと、焦らずにね、はい、やってってもらえたらいいのかなと思います。はい。本当すごい大事なことだから、これは。はい。ということで、ちょっとね、すいません、具体的なワードをここから先出せずに話し進めていくんで、ちょっと本当申し訳ない、伝わらないかもしれないんですけど、昨日ね、ちょっと仕事の方で、本業のね、仕事の方ですごく嬉しい報告をもらいまして、はい。まあ、足掛け3年ね、ずっと目指してて、ずっとチャンスをもらい続けてたんだけど、ずっと届かなかった。目標があったんですけど、はい、それを無事にね、はい、まあなんか、なんていうんですか、まあ OK というか、まあ合格というかね、はい、っていうものをこう、っていう報告というか、その通知をもらいまして、はい、足掛け3年だったんでね、やっと、はい、やっとね、まあスタートラインに立つことができたなと。いう出来事がございましてですね、はい、すごく、まあ、ただ不思議と嬉しいって感覚はなくて、やっとスタートラインに立てたぞっていうね、ほっとした気持ち、
ほっともしてないんだよな。やっとスタートラインに立てたぞって、別にまあ正直やること変わらないんですけど、やることは何も変わらないんですけど、まあ、やっとスタートラインに、立つことができたなっていうような内容なんですよ。はい。なのですごくね、まあ気分がすごく良かったわけですけど、まあ、ただね、なんだろうね、俺病気なのかなってちょっと思ったんだけど、それと同時にってことは俺もう一回コンテスト出るべきかなっていうことも思ったんですよ。それでやっとスタートラインに立ったってことは、今までやってきたことっていうのはもちろんね、自分のステップアップのために必要だったことなんですけど、スタートラインに立ったんで、こっからがやっと本番なわけですよ。そうだからやっぱり自分自身をもっともっと律して、ね、今まで以上に努力して、まあ、仕事ですからね、数字にこだわって日々過ごしていく必要があるので、もっともっと自分自身を追い込む必要があるわけですよ。ってなるとやっぱりちょっとね、またコンテストに出るっていうね、プライベートの面でもちょっと自分自身を律するっていう時間を設けるべきなのかなっていう、自分自身を高めていくっていうところでね、そう、どうしてもなんか俺筋トレの方にさ、つなげる癖があるんだけど、だからやっぱ筋トレしてるからなのかわかんないけど、追い込み癖がやっぱりすごい強くなってくるんですよね。だから仕事、普通だと仕事の方が忙しくないから、ちょっと忙しくっていうか、仕事の方でね、すごいちょっとまあピリピリって言ったらあれだけど、なんかこう、なんて言ったらいいのかな、まあちょっとニュアンス違うんだけど、こう高校野球からドラフトで指名されてプロ野球選手になりますみたいな、なんかそんな感じなんですよ今。だからやってたことは一緒なんですよね、同じ野球をやってるけれども、まあアマチュアなのかプロなのかみたいな違いで、全然やっぱりなんか違うじゃないですか、ニュアンスが。今まで以上に真剣に取り組まなきゃいけなかったりとかっていう面ではちょっと違うじゃないですか、なんかそういうニュアンスが近いのかなっていう。そうだから普通だったら、じゃあこのプライベートな時間なわけですよ、僕にとってはね、本業じゃないから筋トレは。だからちょっと本業の方に時間を割いていきたいから、プライベートをちょっとプライベートをおろそかにするっていうのもなんかおかしいんだけどさ、っていうのがまあ普通なのかなって思うんですよ。まあ何が普通かは分かんないけどさ、そうただ僕は逆でプライベートの方も追い込んでいかなきゃなっていう、なんかすごい焦りじゃないけど、両方とも公私ともに高めていかなきゃなって気持ちがすげえ強くて、まあ、減量して絞り切った時の自分自身の体っていうのをアップデートしていきたいなと。で今絞ったらどんな感じなのかっていうのを確かめなきゃいけないなっていう気持ちがすげえ強くなっちゃってさ、ただもう今年はちょっともう間に合わないんでね、でちょっと仕事柄ね、ちょっと9月以降だと繁忙期っていう形になっちゃうんで、まあ6、7、8月あたりのコンテストが僕にとってはまあおあつらえ向きというか、すごい向いちょうどタイミングがいいんですよ。だからその時期なんで、もうちょっと今からエントリーしてとかだと減量がちょっと間に合わないんでね、まあ出るとしたら来年かなって思ってるんですけど、いやちょっとね、なんかそういう今気持ちになってます。はい、ちょっと来年コンテスト出ようかな、どうかな、ちょっと明言しませんけど、出ないってなったらちょっとかっこ悪いから、じゃ出るってなったらちゃんとね報告しますけど、なんかそういう気持ちになったら、ちょっと追い込み癖がやっぱり筋トレでついちゃったのかなっていうね。仕事の方がやっとスタートラインに立てたならば、筋トレの方ももっともっとやらなきゃっていう、なんかそういう気持ちになってます。追い込み癖がすごい、でちょっと過去の自分をアップデートしたいなっていう、はい、気持ちになりましたよっていう、まあ、筋トレするとこういう感じになります。まあでもいいことだと思うんでね、はい、仕事だけやってなんかプライベートダラダラしてるっていうよりは、両方ともパリッとしてる方がいいのかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。